はい、始まりましたね。はい、ですね、2歳の娘が、2歳半ですかね、厳密に言うと、ママがね、朝、パスタ作ったじゃないですか。はい、で、娘の分ももちろん作って、3人で食べましょうってなったら、娘が食べないと。そう。ね、雨があんまり食べるから。雨って言ってね。食べたでしょ。そう、今みたいな感じでね、雨雨って言ってね。雨雨雨雨って言って。雨の言葉はここ早いね。そう、今みたいな感じで言って、あ、パスタね、食べ終わったらじゃあ雨舐めてもいいよってあげるからねって言ったんですよ。さっきまいちゃん雨舐めたでしょ。何これ、ね、今さっき雨舐めたじゃないですか。パパの顔洗わなくていいですからね。でもうさ、ずっと今みたいな感じですよ。いたずら。それでね、もうずっとそればっか言ってるから、いや、もう、パスタ食べ終わったとだったらいいよって言って、もう、押し問答ですよ、ずーっと。うん。ママもね。うん。そう。なんか、舞ちゃん。うん。すごいね。どうしたの、舞ちゃん、そんな。頑固でね。で、だからもう最終的にさ、もう交渉したんですよ、うん、娘と。じゃあ、飴食べながら、パスタ食べる？そしたら、はーいって言ったから、飴持ってきて、ね。うん。で、娘にこう、あげたのよ。棒がついてる飴ね。うん。それ舐めて、で、まあ、パスタを私食べさせようとしたら、嫌だって言うの。うん。で、まーちゃん約束したでしょって。飴食べながらね、パスタ食べるって言ったでしょ。まあ、飴舐めながらパスタ食べるっていうのもどうかとは思うんですけど、それでもそれでさ、約束したでしょって何回も言ったら、うん、やっとあーんって言って。ね。まあ、でもちゃんと約束守るからいいね。うん。で、まあ、パスタ半分ぐらい食べて、もうお腹いっぱいって言って、なったんですけど、うん、いやー、もうその間ね、私、あの、娘から何て言われたと思います？何？嫌い？ひどいって言われて、ひどい。あと、嫌いって言われて。ああ、あの言葉も覚えちゃったね。そう。嫌いとひどい、コンボで言ってきますからね。パパ嫌い。で、飴食べたい、飴ちょうだいって。ダメって言ったら、ひどいってなんか、私まるでひどいことしてるみたいなね。ママにしてもさ、なってますもんね。今、まんちゃんの話してるんですよ。まんちゃんの話だよ。ねえ。マスクかけてる。そう。パパがつけてたマスクをね、ママにつけるっていうね。鼻まで出てるの。鼻出てるよ。これでいいの、まいちゃん。ほら、まいちゃんマスクしなくていいの？まいちゃん。うん。まいちゃんするの？ママから何かありますか？うん。なんか最近まいちゃん、雨、広い、嫌い言葉。そう。すごい言ってるんだよね。うん、なんか、あの、お風呂に行かないなら、すぐ、広い、嫌い。あとね、あの、こういう威嚇みたいな声だと。っていう、なんか、そういうなんか、うん、どこで覚えたんですかね、そんなのね。うん、テレビなのか、それとも人間の本能でそう、なんだろう、思い通りにいかないときって、わーってやるのか。だってみんなやってないよ。やってない？うん。でもほら、ママさ。何じゃない？ちょ、まだ何も言ってないよ。でもあなたなんか言うと思ってるよ。いや、でもママさ。なんかようわかるよ。何言うの？ママさ。娘がさ、ママのお腹の中にいた時はさ、うん、あんたドラゴンボール見てたでしょ？俺ベトナムで。ああ。その時ほら、ドラゴンボールってよく、
ゃーとか言って、なんか、そういうなんか、戦闘シーンでそういうなんか、言ってるじゃない。はい。だから、お腹の中のモス言を聞いててさ、それでやっぱり自分がなんか、そういう怒りじゃないけどもなった時、えぇーって、まね、やってんじゃないの、まえちゃん。ね。って思ったのに、なんかママは、せっかちだから、なんか違うこと言われるんじゃないかと思って、何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 ってやったんですよね。何が何も考えてないよ。何、何、何、何ってね。何、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 まえちゃん。何、何、何。じゃあ、まえちゃん何歳ですか？まえちゃん何歳ですか？まえちゃん何歳？ 2 歳よ。2歳よ。2歳よ。2歳よって、なんかちょっとやっつけで言いましたけどね。今なんかもう、ママにマスクつけるのがもう、夢中だね。うん。もうつけてあげればいいじゃない。もう。いや、自分でやりたい。自分でやりたいの？うん。そう。やって、撮って、やって、撮って、自分でやりたい。いや、なんでも興味しますもんね。まえちゃんね。うん。ママのマスク臭いよ、まえちゃん。臭くないよ。それこそ、あれだよ、あれだよ。ママ嫌い。ひどい。ママひどい。ねえ、まえちゃんひどいよね。ねえ、ママひどいよね。まえちゃん。ひどいって。ひどい。ほら、ひどいって言ったじゃん。パパひどくないよ。うん。待って。人のマスクつけておいて、臭いとか言ってさ。ひどいよね。臭いよね、パパ。パパ臭い、まいちゃん。なんか言ってたよね。ねえ、まいちゃん。パパ臭い。パパ、臭い。まいちゃん、ひどいね、まいちゃん。ひどい。だから、そういう言葉教えないの。わかった？まだパパを教育教えるじゃん。え？パパよく教えるじゃん。何教えた？だってひどいっていう言葉誰教えたんですか、そもそも、うん、私言ってないはずだよ。本当かよ。うん。だって私はあれだよ、ママにひどいって言われるのっていうのはあまりにもママがあのね iPhone をさいじってゲームとかやってね、もうずーっとそればっかやってるから隠した時あったでしょ。よく隠すでしょ、ママのスマートフォンとか撮って、うん、iPhone。それでママがパパに対して、ひどい、ひどいって言ってて、それ聞いた娘が、あれだよ、パパにひどいって言うな。あとママにもひどいって言うな。ねえ、まーちゃん。ね。まーちゃん何歳？何歳？うん。まーちゃん、毎歳？顔毎歳？毎歳？まあね、ということで、じゃあまーちゃん。じゃ、まーちゃん、あっち向いてバイバイしよう。バイバーイ。バイバーイ。まーちゃん、